アブドゥル・ハッターハ・ハブ・ドン・ラフマーン・ブルハーンは、スーダンの軍人、政治家。階級は中将。2019年4月に、アフメド・アワード・イブン・オフの公認として、暫定軍事評議会議長に就任し、同年8月に国家元首にあたる、主権評議会議長に就任。10月25日に再度クーデターを起こして、暫定政権と主権評議会を解散させた。 2018年に発生した抗議運動でデモ参加者の声に耳を傾けるなどスーダンの将軍の中では精錬な人柄とされる。しかし暫定軍事評議会議長就任後は反政府抗議運動の徹底的な弾圧やインターネットの遮断を行っている。特に2018年6月3日には平和的にデモ行進していた大勢の人々が 警察部隊や民兵に殺害され、40人前後の遺体がナイル川に投げ入れられたほか、数百人がハルツーム市街で拷問、障害、交換された。2019年5月には、初めての外遊としてエジプトを訪問し、大統領のアブドルファッターフアイコールシーシーと会談した。2回目の外遊先はアラブ首長国連邦であった。 2019年のクーデター後は合議制の主権評議会という形で権力の一翼を担ったが議長職が文民にわたる2021年11月を前にアブダラー・ハムドゥーク首相との関係は次第に悪化。2021年10月14日にブルハーンはハムドゥーク首相に辞任を要求したがハムドゥークはこれを拒否。25日朝に軍部は ハムドゥークの自宅を包囲し、南京下に置いたほか、政権側の要人の身柄も次々に拘束した。ブルハーンは、国営放送スーダンテレビを通じて、ハムドゥーク暫定政権の打倒と、自らが議長を務める主権評議会の解散を宣言。また全土に非常事態宣言を発令したほか、選挙を2023年7月に実施することも、合わせて発表し、 国家運営能力のある民政政権への移行に軍部が責任を持つとした。スーダンの軍事学校で学び、エジプトやヨルダンに留学した経験もある。妻との間に3子がいる。ありがとうございます。